はい、2023年の4月11日に撮影しています。火曜日です。16日まであと5日です。今どんどん人と会っていこうと思って今日も外出てましたが、巡り合わせってあるんですねってやっぱ感じます。今日は一人の知り合いの方のサークル活動を寄せていただいて、30人の方の前で吉国光信を紹介することができました。良かったです。改めて好印象やったんですごかったですね。好印象でした。めっちゃ、ただね、一人の人と知り合いやっただけでその縁が広がってるっていうのをすごい感じて、一人で行動してどこまで行けるか、ね、挑戦したろうという気持ちになりました。あと事務的な業務的なことでまだ忘れてたのが、掃除のチェックリスト作るとか掃除道具買ってくるっていうのを忘れてましたんで、まあその辺も自分が買う方、どなたが用意していただける方連絡ください。はい、今日の動画投稿は以上です。今日お話しした内容はまた後で動画にあげます。失礼します。